魔法少女。魔法少女とは、作中において魔法などの不思議な力を使い、騒動を巻き起こしたり事件を解決したりする少女を、指す、キャラクター類型、ストックキャラクターである。似た概念として、魔女っ子ないしは、魔女っ子がある。ジャンルのしての魔法少女ものについても、本校で扱う。日本最古の魔法少女は、赤塚不二夫の少女漫画で、 少女が持つ大人の女性への変身願望を叶えた最初の変身ヒロイン作品、秘密のあっこちゃん1962年であり、後のピエロ魔法少女シリーズ1983から1998年の原型となった。それから日本でも大人気となった善良な魔女が主人公の海外コメディドラマ、奥様は魔女。 1964から1972年や、可愛い魔女ジニー、1965年から1970年、などに影響を受け、日本でも、コメットさん、1967年から1968年、いや、少女の年齢に合わせて、魔女を低年齢化した、横山光つてる作の、魔法使いサリー、1966年、1967年、が登場する。 サリーの人気を受けた東映は、東映マジョッコシリーズ、1966年から1981年、としてシリーズ化した。このように誕生したのが、マジョッコないし魔法少女であり、これらは、メリーポピンズ系のエブリデイマジックのホームコメディだったが、時代が下るとワルとの戦いのために力を使う、美少戦士、セーラームーン、1992年から1997年、 のような、華麗な衣装を着た姿になって戦う戦闘美少女、バトルヒロインが現れた。これは、東映不思議コメディシリーズの美少女シリーズ、198年から1993年、や、それを元にした変身ヒロインと戦闘美少女の、ハイブリッドであり、近年ではその境界は、曖昧になってきている。また、80から90年代に入ると、美少女、 アニメロリコンアニメとして、魔法少女ものを好むアニメオタクが増加したため、7子 SOS、1980年から1983年、お始まりに、男性、青年をターゲットにした作品が現れており、大人向けに作られた、魔法少女窓かまぎか、2011年は残酷で、グロデスクな魔法少女のブームを生み出した。2000年代に入ると、翻訳された、 魔法少女アニメを見て育ったヨーロッパやアジアなど海外の漫画家やアニメーターが日本的な魔法少女を次々と発表しそのうち小さなプリンセスソフィア2012年代やマイリトルポニー友達は魔法2010年代、悪魔バスタースターバタフライ2015年代は日本でも放送されて人気獲得している魔法少女の基本的な要素は ヒロインが周りの人間の誰も持たない不思議な力を使えることである。この力は神様や精霊のような超然的な存在に授かった後天的なものと生まれつき持った先天的なものの二つに対別できる。さらに先天的なものは最初から使いこなせる場合と成長に従って発言する場合がある。なお、文字通りの意味で、 魔法や魔術を使うとは限らず、忍術使いの、サルトビエッちゃん、1963年から1968年、やサイボーグの、ミラクル少女リーミットちゃん、1973年から1974年、が、他の魔法上作品と一緒に、変身少女というカテゴリーで扱われた例があり、超常的ではない手品なしの、怪盗セインとテール。 1994年から1996年や、ネットワーク上の仮想空間で活躍する、コレクター愛、1999年から2000年を、魔法少女に分類する文献もある。また、二人は、プリキュア、2004年から2005年や、俺とヒーローと魔法少女、2014年隊のように、肉弾戦主体の格闘系魔法少女というべき、タイプも存在する。 魔法少女の年齢は多くが10歳から14歳であるが、これは第二次成長期にあたる。魔法少女の変身は子供から女性への成熟を象徴している。大人になりたいというのは子供がよく抱きがちな願望であり、魔法少女はしばしば自身が成長した姿に変身するが、そうした作品では変身した自分と本当の自分のギャップに悩む二重生活の硬さを描き、 特に恋愛が絡むと事態は一層困難になる。ヒロインが憧れる男性が自身が変身した姿の方に恋したりするのである。こうした筋書きは人々の見た目に惑わされがちな傾向への批評である。魔法少女はほとんどの場合、頂上的な存在に選ばれるほどの純真で無くな心の持ち主でターゲットの女児が感情移入しやすいように普通の女の子であることが多い。 中には変化球的な作品もあり、女児向け作品では、美少女が二足歩行の豚、姿はスーパーウーマンに黒人に変身する、トンデ・ブーリン。1994年から1995年、美少年が戦闘美少女に性転換する、いわゆる TSF ・セーラースターズ。1996年から1997年、アヒルが少女に変身する。 魔法少女になると、さらにバレリーナにメタモル法ゼする、プリンセチュチュ。2002年から2003年のような作品が現れ、21世紀に入ると主人公の男性が性転換して、魔法少女になる、魔法少年マジョーリアン。2006年、同様の男性向け作品として、ケンプ、ファー。2008年や、俺、ツインテールになります。2012年代等が登場した。 これらは大抵は美少女になるが、中には少女が筋骨流流の女装男子になる魔法少女俺、2012年から2014年、魔法少女育成計画、2012年のラピュセルのように男子から女性の人外、リュートになったり、そもそもブロケンブラッド、2003年から2012年のような男の娘として性転換せずに魔法少女となる作品や、 さらに男の娘ですらなく、一般男子が魔法少女の衣装を着ただけの、これは、ゾンですか。2011年から2012年の魔法少女、愛川歩のような際物が出てきており、一概に普通の女の子であるとは言い切れなくなっている。女児向けのアニメ作品では、番組のスポンサーとなった、玩ング会社の商品、なりきり玩ングを登場させる必要があるため、 魔法少女は魔法のアイテムとしてコンパクト素敵、宝石などのアクセリーや劇中に登場する小物を使用する。魔法少女イコールアクセサリーの図式は浸透しているため玩具を発売する必要がない男性向け作品でもこれらの小道具は登場する。ただし、それらのアイテムが真の意味での力の源であることは稀であり、ヒロインの純真さこそが愛と命の力を引き出す。 鍵である。しかし、魔法のプリンセスミンキーモモ、1982年や、ナースエンジェル、リリカ SOS、1995年から1996年のように、存在する魔法の力そのものが枯渇することもある。特に、リリカ SOS の場合、ナースエンジェルの力の源である、緑のワクチンを使い切ってしまい、主人公、リリカが、 その再生のために命を捨て消滅する事態に陥るなど、この純真さは時に魔法少女自体の生命を脅かす危険を秘めたものになる。魔法少女は人ゴを介する不思議なマスコットキャラクターをお供にすることが多い。これは、猿とビエッちゃん、アニメは1971年の大阪弁を喋る犬、ブクに始まり、魔法使い、チャッピー。 1972年の自動車を操るパンダ、ドンちゃんなど一匹の、空桃子と魔法のプリンセスミンキーモも以来、魔法少女は、複数のマスコット、ミンキーモも場合、もち茶、ピピル、シンドブックを、お供にする場合が増えた。感情に基づいて行動する。魔法少女が、感情に基づいて行動するのに対し、マスコットは、理性の役割をし、彼女たちをたしなめさとそうとする。 両者はしばしば喧嘩するが、魔法少女は助言から学ぶことで感情を制する術を身につけていき、マスコットの側も感情から出た行動が困難であっても正しい道にじることを理解していく。ここで重要なのは、ほとんどのマスコットが男性であることである。複数マスコットの場合は必ず男性が含まれるが、美少女戦士、セーラームーンのルナなど例外ある。 魔法少女とマスコットの関係は、夫婦や親友同士のように、意思の疎通と理解こそが良好な関係を築く、秘訣であることを示しているが、前日の魔法少年マジョーリアンに登場する、ジェン・フトシと、ダーシや、魔法少女マドカマギカ、2011年の、旧米のような、魔法少女を、言葉巧みに誘導して、己の目的を果たさせようとする、邪悪なマスコットも存在するので、 その関係性は元来の友達的な単純な構造ではなくなりつつある。また、1990年代の美少女戦士、セーラームーン以降、バトルをメインとした、またはバトル要素も含む魔法少女も確立された。スーパードールリカちゃん、1998年から1999年のように主人公が戦わず、マスコットである。 ドールナイツが代わりに戦う作品や、魔法騎士レイアース、1993年から1996年のように、大ロボットが登場して戦う作品もある。魔法の力には、聖剣が課せられていることがある。使える期間は1年間だけ、秘密を知られてはならない、などの例がある。逆に、ミンキーモモ、ソラモモ、ウミモモのように、 現世枯渇しつつある魔法の力を復興させようと働くこともあるが、検討虚しく、途中で魔法の力が失われてしまい、魔法能力を喪失する事例もある。魔法少女が特別な力を捨てて、普通の女の子に戻ることを望む場合がある。これは、普通で平均的であることは決して悪いものではなく、ただ、自分であることが何より素晴らしいことのだ。 という理想を示している。そして、魔法のスターマジカルエミ、1985年から1986年の、かつき舞のように、他者から授かった魔法の力に頼らず、己の力で夢を叶えるために、魔法少女を辞める例も多い。また、奥様は、魔法少女、2005年や、美少女戦、レマ・パンシャーヌ、2007年のように、魔法少女が引退後、 成人になった後、何等かの原因で、再び魔法少女となる作品もある。中には、魔少女三代滅、2018年の、プルリラ、ハルカナみたいに、成人後も引退せずに母親になっても、魔法少女を続けている例も。この場合、魔法少女へ変身する際に、自分の正体を隠す必要から起こる、夫婦生活や、自分の産んだ子供に対するジレンマなどが、 主なテーマになることが多い。日本の魔法少女作品は横山光つる原作で東映動画によりアニメ化された魔法使いサリー1966年がジャンル第一作であるとされている。サリーでは人間の世界にやってきた大魔王の娘サリーを取り巻く人間模様と魔法を使っての人助けを軸とした人情ドラマをメインとしている。サリーを皮切りに 東映制作で1980年代初頭まで断続的に放送された魔法少女作品群は現在では東映魔女っ子シリーズと総称されている。サリーに続いて東映動画でアニメ化された赤塚不二雄原作の秘密のあっこちゃん漫画1962年アニメ1969年では鏡のせいから魔法のコンパクトを授かった人間の少女。 鏡が子の作品では鏡が子が登場する。ここにサリーの異世界からの訪問者という設定に対しアッコの魔法の力を授かった人間の少女という設定が示され以後の魔法少女アニメにおける先天型魔法少女、後天型魔法少女の二大主流ジャンルの原型が確立された。もっとも同時期に流行した変身ヒーローが 人間から超人へ変身する以外に、定常の共通点を持たないように、東映の魔女っ子アニメは、魔女っ子イコール不思議な力を持つ少女つまり、魔法少女の類型を踏襲した少女が活躍する、エブリデイマジック作品であった事実は、後まで様々な派生作品、戦闘美少女系を含むを生み出す源になる。また、魔法使いサリーのすぐ後にこちらは、アメリカ映画、 メリーポピンズの影響で、同じ横山見つける原作、原画のコメットさん、1967年が実写メディアで制作されている。この時期、児童向けの映像作品は、アニメーションと実写の児童向けドラマも同様に展開されており、ネットでは1969年に、秘密のアッコちゃんと並行して、土曜には、魔女シリーズとして、魔法女アニメの祖となった、ドラマ、 奥様は魔女を放送し、同放送枠で海外魔法ドラマ、かわいい魔女ジニー第2シリーズや、松竹制作の魔女はホットなお年頃、1970年と2年にわた魔法物のドラマを放送した。この枠は仮面ライダーにとって変わられるが、その影響を受ける形で、仮面ライダーの作者の石森翔太郎原作の、好き、好き、魔女先生、 1971年に、おい、魔法少女に入るのかは微妙だが、主人公の、ガツ、ヒカルは若いが、成人かつ、超能力宇宙人なので、アニメに20年先駆けて、美少女戦士、アンドロ仮面が登場している。アニメのジャンルでは、あっこの後も、投影制作により、シリーズを重ね、当時の少女漫画の影響を受ける形で登場した、1974年の、 マジっックメグちゃんの主人公として登場したお天場で、コケテッシュなメグのキャラクターは、サリーの優等性的な魔法少女像を払拭し、これ以降の魔法少女物では、やんちゃな主人公が幅を利かせることになる。また、クールなライバルヒロインの、ノニや、滑稽な調査官、調さん、闇の女王、サターンは、後の魔法少女作品のサブキャラクター像に、大きな影響を与えている。 1980年代に入ると、魔法少女ララベル、1980年を最後に、東映制作の作品は一時中断し、アシプロダクション制作の、魔法のプリンセスミンキーモモ、1982年と、スタジオピエロ制作の、魔法の天使クリーミーマミ、1983年から始まる、ピエロ魔法少女シリーズが、第2期魔法少女ブームを引き起こす。モモでは、 夢と魔法の国フェナリナサのプリンセスである少女、桃の人間界での活躍が、マミでは魔法のステッキでアイドル、マミに変身する人間の少女、森沢優を取り巻き事件が、それぞれコミカルなタッチで描かれる。この両作品は、本来の視聴対象である、低年齢の女児のみにとどまらず、10代後半から20代に、至る男性層の間でも人気を博し、 魔法少女ジャンルのファン対象を大きく広げることになった。その背景要因として、社会的なアイドルブームがある。1980年代末から1990年代初めにかけては、過去の人気作品のリメイクが行われた。当時は、アニメ冬の時代で、リバイバルブームでもあり、秘密のアッコちゃん、第2作、1988年が、 第一作をしのぐほどの人気は得られなかったと評される。一方で、マーチャンダイジングが成功し、バンダイによる女ジジガ玩具の強化が行われ、続いて、魔法使いサリー、第二作、1989年が制作され、その一環で、実写の東映不思議コメディシリーズで、石森翔太郎原作の魔法少女中華なパイパイ、1989年が制作され、以後、 同シリーズで1990年代初頭まで同ジャンルの作品群が制作された。竹内直子原作の美少女戦士セーラームーン1992年から1997年の成功はアニメ版赤ずきんちゃちゃ1994年魔法騎士レイアース1994年愛天使伝説ウェディングピーチ1995年ナースエンジェル リリカエス OS、1995年等の作品を生み出し、戦闘美少女、バトルヒロイン系魔法少女作品は、魔法少女の一ジャンルとなった。バトル、戦隊もの、複数のメインヒロイン、恋愛などの要素は、後の作品に影響を与えている。これらの中には、マジョッコ戦隊パステリオン、1995年から1998年のように、 2000年以降に流行る異性相者や男の娘者の先駆け的作品も現れている。1995年には OVA シリーズ天地無用のスピンオフ作品魔法少女プリティサミーが女児以外の大人向け作品として制作され、同志の高年齢視聴者向け魔法少女アニメの先駆けとなった。1997年に OVA 3巻で発売されたギャグコメディアニメジャングルで行こうはポリネシアやメラネシアのような艦隊平洋の南国文化圏出身の魔法少女を登場させ従来の西欧的なものではない別の魔法少女像を示した。1990年代後半から2000年代序盤にかけてクランプ原作で設定やビジュアルが従来の作品の方にはまらない。 カードキャプター桜が制作された。バラバラになった魔法のカードを集めるという展開や、魔法を使う少年のライバルが出現するなどの、それまでの魔法少女作品になかった要素がある。街で起こる事件を、カードの魔法で解決するという従来の魔法少女や、バトルヒロイン的な要素も持ち合わせた作品であった。1999年には、 魔女見習いの小学生たちが人間界と魔女界を冒険するおじゃ魔女ドレミシリーズ1999年から2002年が制作された。この作品では日常の人助けに魔法を使う点でサリーに代表される古典的魔法少女の流れを複数の魔女見習いがチームで活動、変身するという点では美少女戦士セーラームーンに代表を得る。 戦闘美少女の流れを継承している。安野も横が恋愛と冒険をテーマにして王道魔法少女を意識したシュガシュガルーン2003年を執筆、久しぶりにこの形態を扱った少女漫画となり2005年にはアニメ化された。また、丸川智博の SF 漫画、マサエの世界1999年から2013年から劇中作のスピンオフ。 魔法、少女4号ちゃん、2000年代は、魔法ならぬ、魔力を用いる重火器、魔法を用いた戦いを描いたバトルもので、後に、同様な魔力的火器を用いる、魔法使いが登場した、ストライクウィッチーズや、魔法少女マドカマギカの先駆け的な作品となっている。なお、動物の DNA を詰め込まれた、高校生のカフェ店員たちがエイリアンと戦う。 東京ミュウミュウ、2002年から2003年、人間に変身した人魚の王女たちが、歌の力で戦う、マーメイドメロディーピチピチピッチ、2003年から2004年、男児向け作品のような肉弾戦に力を入れて、ロングランヒットとなった、プリキュアシリーズ、2004年等、1990年代の戦闘美少女系魔法少女の流れを受け継いだ、作品も多数制作されている、 ダークファンタジーの要素が強い。魔法少女隊、アルス、2004年や双子の王女の楽しい冒険を描いた不思議性の双子姫、2005年、プリキュアシリーズで初めて古典的な魔法、少ならしい魔法使いの要素を組み込んだ魔法使いプリキュア、2016年などのように魔法の世界を舞台にした女児向け作品も存在する。また、ゲーム原作の おしゃれマジョラブベリー、ゲーム2004年、アニメ2007年が大ヒットした。魔法少女ものの本流ではないが、この時期には魔法少女のフォーマットを利用した男性向けアニメが次々と現れた。毒のある描写を盛り込んだ、プニプニっぽいミー、2001年、ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルテ、2002年をはじめとする、邪道魔法少女三部作、軍事、政治、 英語の非語などの際どいギャグを盛り込んだ平井幸の魔法の開閉単位ピクセルリターン2005年アニメより規制の緩い小説という媒体を利用したミステリ要素のある新本格魔法少女リスカ2004年少年漫画的な要素を強く出した魔法少女リリカルなのはシリーズ2004年ミリタリー系少女バトルの先駆にもなったストライクウィッチーズ2007年 自動車産業であるスバルのプロモーションのために制作された放課後のプレアです。11年、魔法少女をモチーフとしたダークファンタジー、魔法少女窓かまぎか、2011年などである。特に、魔法少女窓かまぎかは、社会現象とまでされる大きな盛り上がりを見た。近年では、男性主人公が魔法少女として強制的に性転換させられる。 マブカレ魔法少女。2005年や、逆に普通の少女が、男性の魔法少女に変身する。魔法少女オレ、2012年から2014年。また、魔法少女プリティベル、2009年や、魔法中年王子魔女も、2013年などといった、ボディビルダーやサラリーマンといった中年の男性が、女装して戦うなどの、モの系登場している。また、男の娘が、魔法少女になる。 オトマホ、2007年も登場した。魔法少女窓かまカ以降はその足として、魔法少女という存在を、パニックホラー映画のゾンビのように描いた、魔法少女、オブジエンド、2012年から2017年や、不幸な境遇の少女たちが不気味なウェブサイトから、送られたステッキで寿命を削り戦う、魔法少女サイト、2013年、特定の街に、 魔法少女が増えすぎたために行われる魔法少女たちのバトルロイヤルを描いた魔法少女育成計画2012年などもある。日本の魔法少女作品は吹き替えや字幕付きで世界各地に輸出された。アメリカを中心とした海外ではディックが放送券を購入したセーラームーンに代表される美少女戦士系が魔法少女ものの典型。 代表作品に受け止められることが多い。また、アメリカのドラマ、かわいい魔女、ジニーも魔法少女に分類されているが、主人公のジニーは魔法の壺に閉じ込められたジンニーや女王霊であり、設定的には日本のハクション大魔王に近い。特に北米では2006年の時点で投影、足プロ、ピエロなどの古典的な魔法少女アニメがほとんど、 公開されず、知名度はほぼ皆無である。北米向きに、ローカライズされた、お邪魔女ドレミが4キッズ TV で放映された例を、除けば、魔法のステージファンシーララなど、ごくわずかな比較的マイナー作品が、例外的に深夜の有料テレビでそうされたり、DVD 発売はされたものの、歴史的にも重要な、魔法のプリンセスミンティーもも、空もも、海ももさえ正式な紹介には至らず、 DVD も商業的には成功しなかった。ただしミンキーモモの OVA、夢の中のリン部は吹き替え版の子供向け VHS が、北米でも発売されたようだが、一般の認知は、著しく低い。イタリアなどヨーロッパの一部では、アシュプロ、ピエロに代表される非戦闘系の魔法少女アニメの多くが一部編集された上で吹き替え放映された。そのためこれらの国のアニメファンは、 魔法少女ないし、魔女っ子という言葉を日本語とほぼ同じ意味で使う。2000年代に入ると、海外でもセーラームーンの影響を受けて、戦闘美少女の流れを組んだ魔法少女作品が作られるようになる。最初に作られたのは、イタリア人漫画家のエリザベッタ・グノーネが発表した、魔法のペンダントで異世界のガーディアンに変身する少女たちが悪と戦う、Witch.w.itc。 H-2001 から2012日本では飯田春子が漫画家でフランスの制作会社が2004年から2006年までアニメ化した日本で二人はプリキュアが放送開始した2004年にはイタリアのアニメ制作会社レインボー SRL が妖精に変身する魔法学園の少女たちの恋と戦いを描いたウィンクスクラブ2004現在日本未放映を制作し これまでにコミック化、映画化、舞台化もされている。2014年にはフランスで地球でガールズバンドを結成した魔法の国の王女たちの悪との戦いを描く2014年元日本未放映がスタートし、いずれも魔法の力に選ばれたティーンエイジャーの少女が悪と戦うという内容になっている。中国では2008年に 魔法の国から来た少女と地球人の少女の冒険を描いた特撮テレビドラマ、ともえへしゃげへしゃげ、昭和戦が放映され、2011年には続編のともえへしゃげへしゃげ、昭和戦にあやこ親戚がテレビアニメとして放送を売れた。また2004年には日本でも放送された TV アニメ、かわいい魔女サブリナ、1970から1974テレビドラマ、 サブリナ、1996から2003、TV アニメ、お茶目な魔女サブリナ、1999から200の原作であり、魔女の少女、サブリナの日常を描いたアーチーコミックシリーズが、メキシコ系アメリカ人漫画家、タニア・デルリオの手で、日本の漫画風にリメイクされた。2010年には、フランス人、アニメータートーマス・アストリュクによる6から5年間の、 構想をもとに、フランス、韓国のアニメ制作会社と日本の東映アニメーションが魔法少女、アニメ、ミラキュラスレデバグの共同制作を発表する。2012年に東映が模映風の PV を発表したが、プロジェクトが 3D 制作に移行した後に東映は手を引き、2015年に放送された本編では共同制作会社のクレジットに止まっている。2018年には、 日本のディズニーチャンネルでの放送が決定した。2011年には少女革命ウテナのファンであるアメリカ人アニメーターのレベッカ・シュガーが海外版宝石の国ともいえるテレビアニメスティーブン・ユニバース2011現在をトゥーンネットワークでスタートさせた。2015年にはセーラームーンなどの日本のアニメファンであるアメリカ人アニメーターのダロン・ネフシーが6年間の 構想期間を経て、ディズニーチャンネル初の魔法少女アニメ、悪魔バスター、スターバタフライ、2015年現在を発表し、セーラームーンやドラゴンボール Z などのオマージュを盛り込んでいる。これらの2作は、単なる子供向け作品として作られた、他の海外アニメ作品とは異なり、大人も楽しめるストーリー性や謎解き要素が加わっている。韓国では2016年に、 韓国国産アニメの魔法少女物として、妖精ピンク、ヨランアヨランア、プチプチミューズ、クリスタル妖精ゼット、スクワット、シークレットジュジュ、フラワーリングハート、ソフィー・ルビーが制作され放送された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。